これが山太郎です。川ガニです。中国の上海ガニと同じ遺伝子を持つ木津ガニ、熊本では川ガニと言います。そしてこれが山太郎です。このデカさを見てください。俺の指がちっちゃく見えます。こんな感じですね。よいしょ、山太郎ガニです。すごいです。こんなんでかいです。俺のグーグル、これ1匹 250g 以上あります。ハサミも超でかいです。天草の渡りガニのハサミを思い浮かべさせます。すごいですね。はあ、見事な山太郎です。これを片手でさばきます。お尻のへこを取ります。まずですね、そして指と指で押さえて剥ぎます。じゃん、このようにもうお酢でも味噌が入ってます。味噌が入ってますね。ということで山太郎ガニ、食べます。秋の恵みに感謝してありがとうございます。いただきます。どうもご視聴ありがとうございました。